校の素敵なお友達。さくらさん、はい、お弁当ありがとう。お父さん、この人がお父さんの藤高さん。大学で考古学を教えてる先生なの。優しくてお料理もお裁縫も得意、大好き。あ、待ってよ。先行くぞ、怪獣。行ってきます。行ってらっしゃい。今の意地悪なのは坊やお兄ちゃん、高校2年生、成城高校に通ってるの。いつも私を怪獣とか言ってすっごい意地悪なのよ。いつか絶対やっつけてやる。もうお兄ちゃん、ちょっと待ってくれてもいいのに。おはよう、さくらちゃん。早起きだね。ゆきとさん、おはようございます。この人が月城ゆきとさん。お兄ちゃんと同じクラスの高校2年生。この野蛮なお兄ちゃんのお友達だなんて信じられないくらい優しくて素敵な人なの。じゃあ行くか。そうだね。はい。ともよちゃん、私の一番のお友達。頭が良くて美人で、おっきな会社の社長さんのお嬢さんなの。違いますわ。さくらちゃんに見ていただきたいものがあって。え？え？これが拡大したものです。ほえー、どないしたんや、さくら。黒カードか、どこや、ワイが相手や、かかってこい。ありゃりゃ、魔法が使えるんですね。カードがいるけどね。決めポーズとかありませんの？なんで？決めポーズの呪文は魔法少女のお約束ですわ。どうしたの、ケロちゃん。これはクローカードの気配や。え？間違いない、この校舎からや。でも、いるは間違いないんやが、えらい気配が弱いんや。とにかくさくら、カードキャプターの出番や。今晩改めて学校へ出動や。ともよちゃん、恥ずかしいよ。特別なことをするときには、特別な服を着るものですわ。そうやそうや、似合っとるで、さくら。では参りましょう、さくらちゃん、ケロちゃん。おう！はう。怖いよ。ワイがついてる。大丈夫じゃないよ。
技や。今のシャドウにはウィンディーでは歯が立たん。サクラ、フライを使って空に逃げるんや。この学校の生徒の影を全部集めてしもたみたいや。この人数相手にするんはさくらには無理や。影は光さえ当てれば消えるんやけど、今夜やさかいな。そういうことなら任せてくださいな。つけるんやな。友よ、あったまええで。この教室の先の部屋にスイッチがあるはずや。教室の中は暗い上に机で道が塞がれとるけど、中には押せば動かせる机がありそうや。さくらがシャドウに捕まる前に何とかしてスイッチを入れるんや。道を塞いどる机を押すには、机にくっついて方向キーを押すんや。押しっぱなしにすると机を押し続けることができるで。頑張れ友よ。よいしょ。
私がクローカードを集めていることが、ともよちゃんに知られてしまいました。はう、誰にも知られたくなかったのに。ケロちゃんまで学校に来ちゃうし。ともよちゃんはカードを集めるのを手伝ってくれると言っているのですが、なぜかともよちゃんお手製のお洋服を着て、クローカードを探すことになってしまいました。恥ずかしいです。でも、今回はともよちゃんのおかげで、カードを捕まえることができました。今日捕まえたカードは、シャドウです。